政府は12月1日から3月31日まで省エネと節電への協力を要請しています。今期の冬の電力需給は予備率 3% 以上を確保しているものの、大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安定的な電力の供給確保が懸念されているためです。ご家庭での省エネ・節電については経済産業省のホームページに具体的な内容が紹介されています。無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。